皆さん、こんにちは。克実茂という歌手をご存知でしょうか。1950年代から60年代にかけて数々のヒット曲を世に送り出した歌手なのですが、1976年に殺人事件を起こし逮捕。事件により、それまでの芸能活動による功績が封印されることとなった人物です。今回はヒットメーカーから殺人犯へと転落し、数奇な人生を歩むこととなった克実茂さんを特集したいと思います。克実茂さんは1937年12月25日宮崎県宮崎市に生まれました。克実茂さんは材木屋を経営する裕福な両親のもとに生まれました。歌の道に入ったきっかけは、クリスチャン系の中学で聖歌隊のメンバーの入った際に顧問から評価されてソロパートを与えられたことだったといいます。高校は宮崎県立宮崎大宮高等学校へ進学しますが、この頃から家業の材木屋の経営が傾き始めたそうです。そのため克実茂さんも特技のギターで家計を支えようと考え、バンドを結成してクラブのステージに立つようになりました。その結果、学業がおろそかになって学校からもバンド活動をやめるように注意されたといいます。しかし周囲から反対をよそに、ますます音楽にのめり込んでいきました。当時ロカビリーブームが起きていたことから、音楽で身を立てたいと思った克実茂さんはブームに乗り遅れたくないとばかりに上京を決意。家で同然に宮崎を飛び出し、まずは汽車で東京へ向かいました。しかし長旅の疲れと、憧れだった水原ひろしさんがジャズ喫茶で歌っていることを知った克実さんは、大阪で途中下車してステージを見に行きました。水原さんは黒い花びら、黒い落葉など独特の甘い低音で一世を風靡していました。ステージ後、克実さんは楽屋へ飛び込み付き人志願。そのまま水原ひろしさんの付き人となり、芸能界に入るきっかけをつかむこととなります。高校を卒業して神戸に転居した克実さんは、関西の人気バンドだったマウンテンボーイズの付き人を経てバンドのボーカルを担当するようになります。1960年には NHK 大阪主催のオーディションに合格。自身のバンドを率いて東京に進出した克実さんは、出演していたジャズ喫茶で東芝レコードからスカウトされ、1962年霧の中のジョニーでレコードデビューを果たします。憧れの水原ひろしさんと同じ東芝レコードに所属した克実さんは、デビュー曲にして40万枚を売り上げ、一躍人気歌手として1962年から1963年にかけて13枚ものシングルを発表しました。ロカビリーブームの追い風を受けてヒットを連発した克実茂さん、1963年にはテレビアニメ「エイトマン」の主題歌を担当し、その名は子供たちの間でも知られるようになりました。克実茂さんの快進撃はさらに続きます。1964年には歌謡曲路線のさすらいを発表すると、60万枚を売り上げる大ヒットを記録し、このヒットで1965年に NHK 紅白歌合戦に出場。紅白歌合戦の権威は当時ものすごいものがありましたから、克実茂さんの歌手としての人気は当時を知らない方でも想像できるのではないでしょうか。また念願のエルビス・プレスリーに会うためアメリカを訪れた際には、エルビスとは会えなかったものの、フランク・シナトラ、ディーン・マーティン、サミー・デイビス・ジュニアなど世界的スターに面会しています。さらにナット・キング・コールやビーチ・ボーイズの録音にも遭遇したそうです。1960年代のトップスターとして君臨した克実茂さんですが、2年連続の紅白出場後は人気が下降。1970年頃からはレコードを発表するペースも徐々に落ちていきました。さらに長女の誕生や専属バンドメンバーの給与支払いも重なり、窮地に立たされていったのです。そんな中、起死回生を図ろうとした克実茂さんは音楽関係者に接待を行い、1000万円もの借金を作ってしまいます。それが転落への始まりでした。返済に困った克実さんは、当時交際していた銀座のホステスに金を貢がせて完済。この当時克実さんは妻帯者だったので不倫関係ということになります。この借金返済がうまくいったことで、克実茂さんはその後も借金をしてはこの愛人であるホステスに貢がせて返済する、
という生活に味を占めていきました。愛人の女性はホステスだけでは稼ぎが足りなくなり、ソープランドで働いてまでも克美さんに貢ぎ続けていました。さらに克美さんは愛人の実家に赴き、その両親に娘さんと結婚したいと告げ、親戚や友人らを招いて偽装結婚式を挙げていたのです。一方で偽装とは知らず、結婚式を挙げてくれたことに喜んだ愛人は結婚写真を友人知人に配り回っていたそうです。そんな克美茂さんに転機が訪れたのは1975年、水原弘さんのカムバックを成功させていた東芝レコードが克美茂さんのカムバック企画を実施し、克美茂と改名した上で再デビューすることができたのです。無事再デビューを果たした克美さんですが、かねてからの不倫関係に加えて克美茂さんが離婚したという嘘が愛人のホステスにバレてしまい、愛人からマスコミに不倫を話すと責め立てられます。この頃になると愛人に貢がせた金額は3500万円にも上っていました。スキャンダルを恐れた克美茂さんはホステスが邪魔になり、彼女の殺害計画を立てることを決めます。1976年当時、カムバック作戦用の新曲「思いやり」は有線放送から火がついて人気曲となり、北海道キャンペーンが控えていたところでした。1976年5月6日、克美茂さんは北海道へは一人で行くからねと愛人に伝えたところ、愛人は何言ってんの、これから奥さんのところへ行って決着をつけてくるわと激高。理性を失った克美さんは許してくれと言いながらホステスの首を絞めて殺害しました。遺体を埋める場所が見つからず、知人に借りた自動車のトランクに遺体を隠し、羽田空港の駐車場に停めたまま克美さんは一人北海道へ向かい、新曲「思いやり」の披露イベントに出演しました。しかし5月8日、車から愛人の遺体が発見され、車の所有者から克美さんが割り出され、ほどなく逮捕されました。不倫とは比較にならないスキャンダルの中で、8月23日には東京地裁で懲役10年の実刑判決を受け、服役することとなったのです。入所中は先輩の村田秀夫さんや島倉千代子さん、細木和子さんが慰問に来たそうです。発売されていた新曲の「思いやり」はスマッシュヒットしますが、事件の発覚後すぐに自主回収されました。その後、克美さんの親友でもあった歌手の黒木健さんによって歌われヒットしました。裁判での克美茂さんは起訴事実を認め、反省する様子を見せていたといいます。ただこの懲役10年という刑は軽すぎたのではないかとも指摘されています。というのも克美茂は衝動的に優子さんを殺害したわけではなく、北海道についてくると食い下がってくるようなら殺してしまおうと犯行を計画した上で彼女のマンションを訪れていたからです。犯行当日、優子さんのマンションに向かう途中で克美茂さんはロープや粘着テープといった凶器、遺体を埋めるのに使う予定であったスコップなどを購入していました。結局は手で首を絞めてからタオルを使って、さらに締め上げて殺害に及んだことが確認されていますが、このようなものを準備していたとあれば犯行は突発的なものとは考えにくいでしょう。また克美茂さんは優子さんを殺害した後に彼女の部屋から貴金属やブランド品などを持ち出していたとされ、これらを質入れしたとの話もあります。克美茂さんが優子さんから詐取した金は3500万円にも上るとされていますが、それだけでは飽き足らずに亡くなった彼女の持ち物さえ盗んだのです。このように犯行に計画性があったこと、優子さん殺害後に窃盗までしていることを考えると、確かに懲役10年は温情判決と言われても仕方ないのかもしれません。実際に優子さんの両親はこの判決に納得がいかないとして1976年9月には民事裁判を起こし、克美茂さんは500万円の賠償金の支払いを命じられています。克美さんは1983年に収監先の大阪刑務所を仮出所、出所後は埼玉県大宮市へ引っ越し、スナックのステージで細々と歌手活動をするとともにカラオケ教室を開業しました。ネット上では
殺人者がやっているカラオケ教室なんて通いたい人が本当にいたのかと疑問視されていましたが、不思議なことに克美茂のカラオケ教室には元芸能人の指導が受けられるというミーハー客が多く通っていたそうです。そして克美茂はこのカラオケ教室の生徒の中で最も若かったシングルマザーの女性と結婚します。これは彼にとって3回目の結婚であり、出所後の生活を支えてくれていた前妻とは離婚していました。さて、逮捕後の克美茂には減刑嘆願や刑務所まで面会に来てくれた音楽仲間や芸能関係者がいたといいますが、この再婚によって彼は周囲から愛想を尽かされてしまいます。出所後は真面目に生きると信じて支援してきたのに、生活も安定しないままに再婚をしたこと、さらに起こした事件の内容が内容だったにもかかわらず仮出所中に再婚をするという無神経さに嫌気がさしたのでしょう。しかし周囲から呆れられても態度を改めるどころか、克美茂は派手な生活を送るようになります。当時克美茂のカラオケ教室の月謝は5000円で、生徒は30人程度だったそうで、単純計算で月謝の収入は15万円ほどでした。にもかかわらず、カラオケ教室と自宅マンションの家賃だけで36万5千円もの支払いを毎月抱え、おまけに中古のベンツを乗り回し、集合住宅で飼うのははばかられるであろう大きさの犬シベリアンハスキーを飼育していたといいます。こうした贅沢な暮らしをするために克美茂はスナックなどでディナーショーを開いては、刑務所での苦労話や優子さん殺害に至るまでの裏話などを披露して客からおひねりをもらっていたそうです。自業自得の犯罪者の話にお金を払う人などいるのだろうかと疑問に思う方もいるでしょう。当時の芸能関係者の話によると、克美茂というのは表面上は非常に腰が低い人物だったようです。そのためディナーショーで苦労話を聞かされると同情的になる高齢の客も少なくありませんでした。彼らは割り箸に1万円札を挟んだものをおひねりとして次々に手渡しては、克美茂に頑張れとエールを送っていたのだといいます。このおひねりも含めて克美茂は一度のディナーショーで10から15万円を稼いでいました。つまり自分が起こした殺人事件をネタに金を荒稼ぎして再婚相手と贅沢三昧な暮らしをしていたのです。ところが1989年、覚醒剤所持で再逮捕され懲役8ヶ月の実刑判決を受けてしまったのです。さらに1990年代は心臓病などの疾患に悩まされる日々でした。2度にわたる服役、そして病気と厳しい半生を歩んだ克美さんですが、2000年代に入ると体調は回復傾向となり、悲願のテレビ番組への出演も果たしました。2007年には親交の深いライターの石橋春美さんが著書「よみがえる封印歌謡」一体歌は誰のものなのかの付録として克美茂さんのヒット曲の CD 化に動くも、所属していた東芝レコードから楽曲使用を認められなかったといいます。2008年12月には群馬県館林市でコンサートを行いました。これが克美茂さんの最後のステージとなりました。克美茂さんは活躍当時エイトマンが代表曲扱いされることに抵抗を感じていたそうですが、後年エイトマンが人々に愛されていると知り、自分とエイトマンは一心同体と再認識したそうです。というのもエイトマンの主題歌だけは CD 化されているのです。石橋春美さんは社会的制裁は受けた、歌が闇に葬られるのはたまらないと克美茂さんの楽曲の CD 化を改めて訴えました。芸能界に徐々に復帰し始めた克美茂さんですが、2013年2月27日に脳出血により死去しました。享年は75歳でした。現役歌手にして殺人の加害者、日本芸能史上前代未聞の事件を起こした克美茂さんはひっそりと亡くなりました。近い関係者によると、1995年には32歳年下の女性と再再婚したそうです。結婚後は群馬県内で生活していたようですが、脳梗塞による言語障害と顔面麻痺、大動脈瘤解離で苦しんでいたといいます。2012年には車椅子でも何でも歌うと意欲を見せていたそうですが、
2013年2月27日妻に看取られ亡くなったそうです。ヒットメーカーから殺人犯という数奇な人生を歩んだ克実茂さん、果たして死の間際には過去の自身の犯罪に対し贖罪の念を持っていたのでしょうか。それは本人にしかわからないことでしょう。殺害された愛人の家族の気持ちを考えるといたたまれない気持ちになります。しかし残された楽曲には罪はないですから、克実茂さんの楽曲の CD 化はいつの日か実現するのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。